どうも、ディーコレの正人です。今日はですね、今東京へ向かってます。Vlog っていう形でですね、ご覧いただければと思うんですけれども、今からビフォーアフターの幸せと撮影に行こうと思ってます。普段お見せできない裏側をご覧いただけたらなと思います。後からニッチも合流しますので、楽しみに、ご覧ください。はい、東京に着きました。今ですね、打ち合わせまで時間があるので、ちょっと街をブラブラしてます。いや、東京も暑いですね。本当に明日ビフォーアフターなんですけども、ちょっとモニターさんがちょっと暑いので心配ですね。はい、今打ち合わせが終わりました。リップスの田中さんと、下のですね、ビフォーアフターの中身を詰めて、あとは本番楽しみですね。で、今ちょっと表参道を歩いてまして、明日ちょっと街中でロケ撮影をしようと思ってまして、下見してます。で、今からですね、うんちと合流します。あ、来ました。日到着です。人多いですね、山手線めっちゃ近い。午前中ですね、リップスさんと打ち合わせして、今夜8時半代々木駅到着です。初めてですね。そうですね、ちょっと今日ここで一泊してね、明日に備えようかなと。そうですね、とりあえずご飯食べに行きましょうか。はい、行きましょう。おはようございます。昨日夜ご飯、行く前にちょっと一旦途切れたんですけど、一泊して、今7月31日の朝7時前、早朝、今から原宿へ行って、ビフォーアフターの撮影ですね、あります。ちょっと楽しみですね。そうですね、今日もちょっと暑くなるってことなんで、今涼しいですけど、今過ごしやすいですけど、日中はね、そう、どうなるか。そうなんですよ、原宿のリップスさんだけじゃなくて、大前グラスさんの方もちょっと回ったりして、個人的にね、メガネ、メガネをね、いろいろ物色してやろうかなちょっと久しくメガネ見てないんで、ちょっと雑誌とかはね、見てますけど、リアルなお店は行けてないので、いろいろ個人的にも楽しみです。増えるかも。あれ、こっちがメインになっちゃってるかもしれない。仕事しろよって感じですよね。それじゃちょっと移動しましょうかね。行ってきます。はい、今リップスさんの原宿店のビルの下に今来たんですけども、実はですね、今回の応募者さんいらっしゃってまして、どうぞ。はい、こんにちは。この朝からね、千葉から来ていただいたんですけど、辰弘さんなんですけど、今日はですね、辰弘さんにビフォーアフターに参加していただいて、一日ね、ちょっと楽しくやっていこうと思いますので、なんか、あれ通り過ぎましたね。あれ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 、なんか観光客ですかね。ちょっとなんか迷ってるんかもしれない。誰か待ち合わせしてるんですかね。来てくれる人が現れるかもしれない。現れるかね。はい。あ、あすげえ、すげえ周り見てる。あ、なんで入ってからですか。めっちゃカメラ目線やった。まあね、違ってなかった。あ、違ってなかった。あってました。今日は楽しくやっていきましょうか。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい。
コーアフターが終わりましてね、ご飯を食べているところです。先ほどの応募者のタクさんがいらっしゃるんですけど、今映せないですね。はい、ビフォーアフターの撮影が終わりまして、今無事東京から福井へ戻ってきました。 Vlog 形式で初めてやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。今後ですね、まあ、こういった普段お見せできない僕たちティーコレクションの裏側をですね、ご覧いただけたらと思いますので、普段のバイヤーの裏側を見たりとか、なんかそういったご要望がありましたら、ぜひお気軽にコメントにご記入ください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。